こんにちは、くまみきです。そして夫のひろむです。多分サムネとかタイトルにもある通りなんですけれども、私東京に帰ります。別居再開です。お疲れ様でした。新婚生活終了でございます。帰っちゃう。どのぐらいいましたか？1週間以上いたね。でも今までで最長じゃん。最長記録一緒にいたのが、なんか原因があったんですか？いろいろプレゼンしてくれましてね。良さもそうですね。田舎暮らしだったり古民家暮らしの良さも私もしてみたかった。そう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 。すっごい楽しかったの。すっごい楽しくて、多分東京だったら浦島太郎状態になる、ポカンってなるんだけど、一応メモったのね。私ここは改善しないと住めないなみたいな。やばい、マイナスポイント教えてください。まず一番自分が乗り越えられそうなとこからいきます。虫が多い。乗り越えられる？ダメかな、乗り越えられないかな。これからだからです。あ、そっか。でもちょっと多いって思った。今の時期でもまあまあいるなって思って。あ、まあね、確かに確かにね。あ、その時の映像こちらです。どうしました？虫さ、これ少ないの？全然ゼロに近いよ。そう、結構まとわり咲いてくる。たまにクモの巣とかあるんで気をつけてください。俺も何回かもう顔にパシャーってなったことあるんで、ちゃんと前を向いて歩かないと。やば。少ないって思ったけど多いよ。嘘、これで多いの？あれじゃない？歓迎してくれてんだよ。ああ。虫が。歓迎。もっと増えるんでしょこれから。夏はね、手出すと10匹ぐらい蚊が止まる。あれだよね、その未確認生命体が多いでしょ。多かったけどこれからもっと増えるんでしょ。これからもっと増える。今こう窓開けて気持ちいいなしてるけど開けられなくなるでしょ。開けられない。逆に地獄。開けちゃダメ。開けちゃダメ。網戸生活。そっか、私キャンプとかもするからさ、虫はまあある程度多分何日かいれば慣れるって思うし、実際に慣れてきてるの。もっとか。もう寝れないから、まず寝れない。蚊がやばくて寝れない。あと変な虫、カナブンとかどっから入ってくんだぐらいの。あ、でっかくなってくるとちょっと厳しいかもしれない。なんかブイーンとか飛び回るから。あとカマキリとか家の中いるでしょ。この間テクテク歩いてうちの家。やば。横のおばちゃんもやってたけど、慣れ。でも虫は多分慣れ。そう慣れっていうのが1個目。2つ目、鼻水が止まらない。それは俺も謎。私多分他の動画でもずっと言ってるんだけど、こっちに来てから鼻水が止まんない。花粉なのか、お家のハウスダスト的な問題なのかわかんないけど、体調を崩している。俺逆に東京行くと鼻水止まらない。それおかしいんだよ。それおかしいんだよ。花粉の種類なんじゃないなのかな。か、まあほこりもあるだろうけど。でも本当にさ、掃除が大変だね。あ、まあね。普段の私の様子こちらです。みきさん。はい。はい。もう。いや、はいじゃなくて。もう見慣れたでしょ。鼻水やばい。鼻水やばい。何なんだろうね。日に日にやばくなってくる。花粉？何？ほこり？何？ほこりの可能性もあるね。こっち来てから止まんないんだけど。止まらないよね。鼻の穴膨らんじゃう。本当だよ。いい、似合ってる。それが似合うんだよな。なんか白ひげさんみたいになってるよ。全部をさ、ポジティブだよね。似合ってんだよ。全部褒めてくれるね。ありがとう。これはもう季節的なものでしょうがないのか、ひたすら家をきれいに。これでだから夏とか秋にも鼻水出るようだったらハウスダストです。掃除して。いや、するよ、もちろんするけど、広すぎてね、そう行き届かないね、一人じゃ。でもそんなこと言ってられないから掃除します。はい、してください。妻がうちに来るきっかけになるように頑張りたい。3つ目は、ひたすら寒い。今やっと温まってきて薄着でいるけど、普段の私これです見てください皆さん、2人の服装の差を寒い、そんなに寒い？手冷たいよ、冷たい、俺あったかいでしょ。なんでずっと寒い私で半袖、余裕だよ。靴下、ヒートテック、スウェット、反転、フード。だってもう春だよ。春なのになんでこんな寒いの？外の方が暖かいから。そうなんだよ、外の方が暖かいんだよ。あるあるです。それは古民家あるあるです。冬生きてた？だから冬はなんかもうストーブとか暖房をつけて頑張ってたよ。こたつとか。春も置いといてよ。いやもういらんよ。寒い。毎日凍えて生きてる。寒いと思っちゃうと寒いから。暑い。やってみ。寒い。でもね、これこそ慣れよ。いや慣れないよ。あなたで極端なんだよね。冷え性と暑がりで。そうね。今の季節で寒いですかっていうびっくり、逆に。家の中の問題的にはこれが一番かなってところです。でも夏は気持ちいいですよ、逆に。あ、それは体験したい。涼しいです。でも2階が地獄なんで。2階が地獄。2階が蒸し風呂。蒸し風呂。まあこれもね、まあ対策を練れば大丈夫と思ってる。ああ、鼻水止まんない。もじゃくんはね、もうくつろいじゃってるもんね。うまいね。もうね、寝てるもん。こっち来て何が良かったかって、もじゃがずっと幸せそう。幸せそう。そう。うん。生き生きしてたね。ね、ずっと嬉しそう。もじゃだけ残る？はい、ちょっと最後の2つがちょっとでかいんですけど、ああ、教えてください、教えてください。これはそこまででかくない。まあでかいか。おしゃれをする理由が生まれなくてアイデンティティを失いそうです。そうね、今は小綺麗だけど、ちょっと東京に戻るからちょっと小綺麗にしたんですけど、普段の様子こちらです。出かけるよ。どこ行くの？スーパーと畑、着替えて上だけ変えればいい？帽子かぶって上着だけ変えればいい？うん、そうね、うん、大丈夫。ここに来てからすごいだらしないけど大丈夫。なんかね、おしゃれする理由がないの。下村で買ってたじゃん。うん、畑とスーパーしか行かんからさ着る機会がないのよ。このまま朽ち果てて、そのままおばあちゃんになって、なんか目開けたらおばあちゃんになってそう。このままいては危ういぞと。俺は古民家ミキ好きだけどね。まあそれはそれでね、いいよね。私も別に嫌いじゃない、好きよ、好きなんだけど、なんか全く違う人になっちゃいそうな恐怖がある。ダメ女みたいな。だってなんかおしゃれもしなくなるし、むっくんがすごいいろいろしてくれる、かわいいからさ、いろいろしてくれるから、なんかね、だらけちゃうの。ああ、まあね、ずっとおじいちゃん家に来たみたいな感じになってるっていう危うさがございます。まあ確かにね、女も磨かれないと。はい、最後です。私が今回帰る理由はこれです。何？怖っ。ミシンがしたい。持ってこいや。持ってこればよかった。苦しんでる様子がこちらです。うんの。やばい。どうぞ。あ、買っちゃった。楽しかった。縫い物欲はなくなりましたか？やばいやばい。明日買いに行こうね。ミシン買いに行く？ミシンを買いに行こうか。すみません、みきちゃんが手芸モードになっちゃってましてですね、それを紛らわすためのUNOでした。縫い物したー。やばい、帰っちゃう。一回帰って戻ってくる。持ってくんの、手芸道具。乗り物セット持ってくるよ、帰ってくる。まあ確かに、縁側で手芸気持ちいい。ああいや、完全にね、持ってくるの忘れたの。ミシンは無理だと思ったけど、ちょっと刺繍するセットとか、持ってこようかなと思って、忘れてすっごいスースー言ってる。まあ、みきちゃんがね、もう頭抱えて、もうなんか危ない感じになってたので、翌日にね、私が裁縫セットを買ってあげてね、ありがとう。私のシャツのボタンをつけたらちょっと満足したみたいで、あとこのクッションのズレを直したりとか、そうもうなんか縫わせてみたいな。いやほんと好きなんだなと思って、いやもうやばかった、やばいやばいの。だからもう一部屋あげますんで、作業部屋にしてください。いやそれはめっちゃ魅力的。いいでしょ、それはめちゃくちゃ魅力的。古民家の小鳥のチュンチュンの音を聞きながら、カタ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 。いやそれはいいな、それはぜひやっていただきたい。ちょっとでも一旦ミシンやりにマジで帰る。そういう理由だったらまあしょうがない。いいよ、好きなことができないとダメ。そうねそうね、うちは自由人だから。そうなの。あとあれよ、移動手段。ああ車運転できないもんね、みきちゃん。一応免許はあるんです。免許はあるけども運転をしないと心に決めたわけですね。危ない危ない。でこの辺はそうね、運転してどっか連れてってもらわないとちょっと厳しい。そうですね、環境、車がないと生活できないね。そうなんです。別にこっちから東京に出ることはね、別に全然できるなって思ったの。こっちで住んで仕事に出るみたいなのはね、行けると思うんだけど、東京に。でもこの周辺で普通に暮らすこと自体が私一人じゃ無理で、そうですね、常に一緒にいてもらわないといけないっていうのが、そうね、一人でどっか出かけたいけど行けない、そうこの苦しさ、苦しさ。だからせめてチャリがあれば。そうね、チャリ買います、買います。マジ？はい。お、それでかいな。マジ？チャリ買います。え、もう買います。マジ？チャリ買って部屋1個あげるんで。でかいでしょ。え？やっぱ帰りません動画になっちゃう。ちょっとまあそういうことなんで、今回の新婚生活、ミシンがしたくて終了。パチ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 じゃないよ。なんだそれだよ。やっぱ。お互い好きなことして生きる人間なんで。そうね、確かに確かに。でもそこは理解してもらえたんで、はい。俺も多分あれだもん、ミキさん家にずっと1週間いたら、糸の子がないと帰り、糸の子触りたくて帰るでしょ。そうそう、一緒だよ。畑耕したくて帰るでしょ。そう、土にまみれたくて。そう。それ。確かにね。で初めて一緒に暮らしていろんなことが分かりました。でもトータル楽しかったでしょ。トータル楽しかった。なんか今の問題点を解決すればこっちの可能性もあるよっていうお話でした。まあ今回はね、ちょっと体験古民家みたいなね。そうだね、住んでみたレポ。よかった、楽しんでいただけてよかった。すごい楽しかったです。はい、朝起きてこの自然を見れる感じ。そうね、すごい好き。いろいろ言いましたけど、すごい好きでした。ちゃんと生活してたもんね、後半ね。こなれてたでしょ、最後の方。そう、こなれてきてた。普通にキッチンとかも使ってさ。そういけんのよ。です。ずっと喋っちゃう。終わりまーす。帰ります。帰んないでー。送って。送ってはけど自分じゃ帰れないから。送って、歩いて帰って、送って。